どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと前にですね、こちらの動画で、アメリカ入国にね、必要なエスタってありますよね。まあ、こちらがスマートフォンアプリになりましたということで、動画でね、紹介させていただいたわけなんですけども、私ですね、もうそろそろね、エスタの有効期限、ちょうど切れるっていう風になりますんで、今回の動画では、スマートフォンアプリでですね、このね、エスタの申請ね、実際にやっていきたいななんていう風に思いますので、これからね、アメリカ旅行ね、検討されている方はですね、ぜひね、参考にしていただければなと思います。こちらですね、エスタ、まあ、ウェブでもね、できるんですけども、このね、ウェブはですね、非常にね、まあ、詐欺サイトって言ったらあれなんですけども、代行会社みたいなのが Google 検索の上位にね、来てしまったりとかもありまして、本当はね、$10だった。今、値上がりしたから20何ドルかな?まあ、そのぐらいでね、こちら利用することができるんですけども、このね、代行会社のサイトで行くとね、すごいお金取られたりいたしますので、まあ、これもね、結構めんどくさかったりいたしますんで、まあ、アプリでやっていただければね、まあ、間違いないかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、こちら、スマートフォンお持ちの方はですね、アプリでね、やっていただければな、なんていうふうに思います。またね、アメリカ入国する際ですね、観光でね、このエスタでね、入国される方がほとんどだと思いますけども、で、こちらね、ないとね、入国できませんし、飛行機にもね、搭乗させてくれませんので、まあ、この点はね、注意していただきたいな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、今回ね、実際にやっていきますんで、参考にね、してください。ではね、早速やっていきたいなと思うんですけども、ちょっとね、画面出しておきますね、スマートフォンの。で、またね、パスポートをね、用意していただいて、アプリはね、このアプリを、ダウンロードね、しといてください。ではね、早速やっていきたいなと思います。で、開くとね、こういった感じになると思いますんで、エスタようこそということで、日本語でね、記載がされていて、非常にわかりやすいですよね。で、こちらですね、取得済みのエスタの場合ということで、こちらね、エスタ自体は申請したらですね、申請した後にそれがね、確認できるようになっているわけなんですけども、この確認する場合は、この上をね、選択していただいて、まあ、これからね、申請する方は下をね、選択していただきます。やっぱりね、申請費用少し上がってますね。ちょっと前まで16ドルぐらいだったと思うんですけども、今はね、21ドルって言った形になっております。今の日本円ね、今、148円とかね、円安になってますんで、多分3500円とかね、多分そのぐらい、もっといっちゃうかな。はい、取られると思うんですけども、こちらから行きましょう。ではね、免責事項ということで、こちらね、私はもうね、何回もやってますんで、あれなんですけども、皆さんね、よく確認して、チェックして、利用ね、してください。で、次にですね、開始するということで、手順がね、パスポートの写真をスキャン。パスポートの表紙をスキャン、旅行者の介護写真を撮影、申請等の完了で支払いっていた形になります。で、私の動画でね、よく紹介させていただいておりますけども、アメリカのポイントサイト、トップキャッシュバックってありますよね。あれで貯められるポイントっていうのは、ペイパルね、引き出せるわけなんですけども、このね、エスタの申請っていうのは、ペイパルでもね、支払うことができるっていう風になりますんで、このね、アメリカのポイントサイト、トップキャッシュバックね、ヒルトンとかマリオットとかね、予約される際は、ぜひね、活用していただいて、貯まったポイントをね、こちらで使っていただければなと思います。ではね、行きましょう。操作の継続ということで、まずね、パスポート、をスキャンする方法ということで、パスポートの顔写真ページを開きますということで、スキャンを開始いたします。はい、正常にスキャンできましたということで、パスポート番号と生年月日と有効期限ですね。こちらね、まあ間違ってはないと思うんですけども、まあ一応ね、こちらは間違ってるとね、本当に大変ですので、確認していただいて、次をね、押してください。操作の継続ですね。で、次にですね、パスポートの上部にスマートフォンの、置いて読み取りを開始してくださいということで、こちらですね、はい、こういった感じで読み取るみたいですね。こういった感じで読み取ります。先ほどはね、写真の画面が開くんで、普通に、顔写真をね、撮る感じで、できるんですけども、次はこちら、載せてあれするみたいですね。読み取るみたいですね。あ、横向きですね。はい。こういう感じみたいですね。こういう感じ。はい。一応ね、写真はそういう風に出てます。ですので、ちょっと、やりましょう。おー、読み取りを開始しましたね。へえ、すご。あ、読み取り完了ということで、はい、そうするとですね、個人情報がね、いくつか表示されておりますけれども、名前とかね、性別とかが表示されております。で、そのまま操作の継続ですね。はい、そうすると、動画による顔写真撮影を、するということで、こちらがね、表示されますんで、顔写真を撮ります。小さい顔枠に合わせて、大きい枠に顔を合わせます。
これでできたのかな。めちゃくちゃドアップ。ああ、大丈夫そうですね。本人確認ができました。出ます。はい、そうすると、エスタの申請って言った形になりますね。で、ここで、星印等々をね、入力して、次へ進む感じですね。まあ、最近ね、ニュースとかでね、出ておりますけれども、このエスタっていうのはね、正確に、正直にね、書きましょうね。はい、ではね、入力していきたいなと思います。ではね、今ね、個人情報を入力してるんですけども、今すごいですね。Twitter のユーザー ID と Instagram のユーザー ID とか、まあ、こういうのもあるんですね。はい。ということで、これもね、はい、入れていきましょう。では次にですね、適性についての質問ということで、まあいろいろ書いてありますけれども、ここら辺をチェックしていきましょう。まあこれ全部いいですね。はい、ということで最後のページでね、エスタの申請の確認ということで、確認したら、一個ずつね、確認をして次のページですね。で、今すぐ支払いを行い、申請を完了するということで、まだ支払いの準備はできていませんかということで、まあこちらね、どちらでも選べるっていう感じですね。もし、今すぐ支払わない場合は、2023年9月の28日ということで、この動画を撮影しているのが9月の22日なんで、だいたい6日ぐらいのね、猶予がある感じですね。はい、こういった形になります。で、下の方にね、今すぐ支払うっていうのはね、できると思いますので、このままね、支払っていきましょう。今すぐ支払うをクリックいたします。で、そうするとね、エスタの申請ということで、自分で支払いたい。ペイパルアカウント、デビット、またクレジットカードっていうのがありますので、こちらはね、ご自由に、チョイスしてください。ちょっと私はペイパルで間に合うんだったら、ペイパルで払いたいな。確かあった気がする。ちょっとやってみたいと思います。ペイパルでダイレクトされますということで、このまま OK 行きましょう。まあ、前回もね、私ペイパルで支払いさせていただきましたので、ペイパルで支払いたいと思います。ではね、ログインしていきましょう。で、次のページに行くとね、エスタの申請ということで、このままペイパル残高で、予備で、私の場合はね、マリオットアメックス登録してますんで、こちらで、まあ、足りなかったらね、支払われる感じですね。注文の確認を続けるということで、次のページに行きます。はい、支払いを確認してくださいということで、ペイパルね、チェック、口座に課金することを許可しますということで、続行ですね。で、このままエスタの申請の支払い手続き中になるという感じですね。いや、これいいですね。ということで、承認は保留中ですということで、まぁ、ちょっと前まではね、結構かかってたりするんですけども、今はね、本当に数時間とかでもね、OK 出たりいたしましたんで、まぁ、これはね、人によったりするわけなんですけども、一応72時間以内ね、判明しますということで、まあこれね、書いてあると思うんですけども、まぁ、後でね、こちら、見ていただくっていった形になります。まあこのね、エスタの申請っていうのは、まあ、これがね、通らないと、入国ね、飛行機にもね、乗せてもらえないっていう風になりますんでね。まあ、ひとまずこれで申請自体は完了っていった形になります。それでは次にですね、言った通りね、申請は終わりました。で、まだね、多分、申請のね、許可は出てないと思うんですけども、後々ですね、こちらね、確認していただく必要がございますので、まあ、これで承認されていれば飛行機に乗れる。承認されなかったら、もうアメリカ旅行自体は中止っていう風になりますんで、結構大事になるわけなんですけども、まあ、このエスタのね、申請を確認する方法なんですけども、またね、トップ画面に戻っていただいて、エスタ取得済みの場合ということで、見つけるようね、あると思いますんで、こちらをね、クリックしていただきます。で、そうするとですね、パスポート番号、生年月日とかね、で、エスタの申請番号をお持ちですかっていうね、項目あると思うんですけども、まあこれ持ってたらね、申請番号、メールにね、記載されてると思いますんで、それでね、入れていただくか、先ほどのね、最後の画面に表示されておりましたんで、まあその番号を入れていただくか、まあ持ってなかったらね、普通にパスポートのね、発行日、またね、有効期限とかね、入れていただければ、検索でできるっていう風になりますんで、まあこれはね、まあどっちでもいいのかな、なんていう風に思うんですけども、この必要事項をね、入れて確認していきます。ではね、入力していきましょう。ではね、入力が終わったら、探すをね、クリックしていただきます。そうするとですね、承認は保留中ですということで、検索ね、結果が表示されました。まあこれでね、承認されてれば、承認、されましたみたいな感じで、ね、表示されると思いますので、まあ、これでね、確認していただければなと思います。ということで、こういった感じでですね、申請ね、していただければなと思います。やはりね、アプリケーションになったということで、非常にね、やりやすくていいですよね。で、このね、エスタのアプリなんですけども、日本語で表示されてしまうっていう風になりますので、まあ、こちらですね、コメントでね、前回の動画で教えていただいたんですけども、こちらね、設定自体をですね、英語に切り替えていただいて、アプリケーションを開いていただくと、このエスタのね、
アプリも英語でね表記されるっていう風になりますんで、まあもしね海外で見せるっていう時にはまあそういった感じで表示させていただくか、まあ元々のねウェブサイトで英語でね開いてまあ見せていただくか、まあどちらかになると思うんですけども、まあ基本的にねアメリカに入国する際にこのエスタのねあの確認書をね渡すとかね見せるとか、まあそういったことはねほぼないですね。まあ私エスタ取得してねニューヨークとかまあアメリカ国内ねいろんなところに行かせていただいておりますけども、この入国審査でねエスタを表示させる、まあ見せてくれって言われたこと一回もありませんので、まあ現地で見せる、またね ANA とか JAL とかでね飛行機のねチェックインカウンターでまあ見せるっていうこともですね、 ANA と JAL だったらねまあないですね。はい、まあ全部ねこのパスポートにデータ入るっていう風になりますんで、まあ基本的には見せることほとんどないんですけども、海外の国からアメリカに入国する際は結構ねこちら確認が入るっていう風になりますんで、まあ日本からアメリカの旅行とかだったらね、まあ特にね紙で控えとかはねいらないと思うんですけども、一応ねアクセスできる環境をね整えておいてください。まあインターネットでねサイト開いてまあ申請書を見せるなり、まあスクリーンショットね撮っとくなり、まあいろんな方法あると思うんですけども、まあそれだけはねしといていただければまあ問題はないのかななんていう風に思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。